アンリ・リビエールアンリ・リビエールは、フランス・パリ出身のポスト印象派の画家。ジャポニスムに深い影響を受け、葛飾北斎の富岳36系にちなんで作られた、エッフェル島36系が有名。日本では、フランスの浮世絵師と歌われることが多いが、リビエール自身は訪日したことはない。しかし、浮世絵を収集し、独学で、規範画技術を習得。 フランスの自然の微妙な表情を素朴で透明な作品を生み出したとされている。パリで生まれた。父親はソーシングショーで音楽家であった。1870年に不仏戦争でパリが包囲された時、家族は父親の故郷のアクスレテルムに避難した。1873年にパリに戻った後、父親が没し、経済的理由で転居し、そこで後に 有名な画家となるポール・シニャックと隣人となり、友人となった。1875年に母親が再婚し、再び転居しなければならなかったが、しばしば、シニャックを訪れた。商業学校に入れられたがすぐに退学し、商人として働いた後、岐阜の知り合いの肖像画家、エミール・ビンに絵を学び始めるが、1年半後に、ビンが帽子、その後は、 一緒に学んだシニャックに学ぶことになった。1882年に近代的なキャバレーの始まりとされるルシャノワールの創立者、ロドルフ・サリスと知り合い、ルシャノワールが発行する週刊新聞の編集者として雇われ、詩や記事や挿絵を描いた。画業の分野ではギュスターブドレの影響を受けて同版画を描くが、自らの才能が規範画にあることに気づいた。 ルシャノワールの美術監督を務め、1888年からルシャノワールが閉店する1897年まで映画の先駆けとなったテアートルドンブルを上映するなど舞台美術の分野で革新的な仕事を行った。1897年にルシャノワールが閉店した後、日本美術に詳しいラングウェイル夫人と知り合いリビエールは日本の浮世絵に興味を持った。 すでにジャポニズムはフランスで高い人気を得ていた。この時期から以下のような浮世絵に影響を感じさせる版画集の制作を行った。没後、エッフェル島36系が出版された。1912年にイタリアに移った後、日本的な題材を扱わなくなった。フランスの浮世絵師、アンディリビエル展。ありがとうございます。